どうも皆さんこんにちは、カイカイです。本日はフォースポークについて話していこうと思います。前回動画と立て続けに録画しておりますんで、相変わらずちょっと体調崩してるんで、なるべく簡潔にまとめていこうかと思いますが、フォースポークのロード時間について少しだけ分かってきた部分があります。今回出てきた情報っていうのは、フォースポークの制作をしているルミナスプロダクションズが利用しているルミナスエンジンのテクニカルディレクターである小野哲平さんからの話というふうになっております。こちらの小野哲平さんによると、 PS5 の超高速 M.2SSD の力があれば、ロード時間を1秒以下に縮めることができるぞ、といった旨の話をしております。で、これだけだったらまあこの動画前終わりっていうねところなんですけども、もう少し付け加えたい部分があって、これは FSR2.0 との兼ね合いも存在するっていう風な部分です。つまり何が言いたいのかというと、 FSR2.0 対応が発表されました。これについてはまるっきり別の動画で話そうかと思ったんですけども、この M.2SSD の超高速さとの兼ね合いが存在するので、ここでまとめて紹介していこうかと思うんですけども、 FSR2.0 でどのような違いがもたらされるのか、まず軽く総括すると、 FSR2.0 っていうのはアップスケーリング技術です。どういうアップスケーリング技術かというと、プレイステーションのスタジオたちがいつも使ってる TAA ですね。これは例えばラチェクラの話をした時にも、ラチェクラについて話す時もね、よく出てくる話なんですけども、インソムニアックが使ってるアップスケーリング技術、めちゃくちゃすごいです。そのアップスケーリング技術があるからこそ、インソムニアックが作るゲーム、まあ例えばラチェクラとかスパイダーマンとかっていうのは、そのアップスケーリング技術を活用することで、例えばグラフィックレートレ、パフォーマンスレートレ、パフォーマンスレートレモードで 60fps を出したりとかね、そういうことができるわけです。レートレ、4K60fps、これをね、全部両立させるっていうのは、むちゃくちゃ難しいことです。で、もちろんネイティブじゃないから 4K じゃないっていう風な意見も、まあ、わかるっちゃわかるけど、ここでは一旦アップスケーリング済みのものも 4K とみなす、そういう風なね、前提でいこうと思うんですけども、そのアップスケーリング技術、まあもちろんネイティブ 4K ではないけども、ネイティブ 4K にかなり近いグラフィッククオリティを保持することができるアップスケーリング、これをインソムニアックであるとか他のプレイステーションスタジオたちは利用しております。で、その鍵が TAA というふうなものになっております。もともと FSR1.0 っていうのはスペシャルアップスケーラーというふうに呼ばれていて、つまり何が起きてるのかというと、画面を1枚の画像として捉えて、それをでかくする。で、一旦でかくしたやつは、まあ、例えば、シャープニングフィルターであるとか、コントラストを利用した、コントラスト、AMD から CAS っていうのが出てるんですよ。CAS、CAS って呼ばれたりするんですけども、コントラストアダプティブシャープニングっていうやつで、コントラストが激しい場所っていうのを認知して、そこを重点的にシャープフィルターを当てる。そういうふうな技術なんですけども、そういったフィルターであるとか、そういうものを当ててやることによって、まあ、ネイティブ 4K とかそれには及ばないけども、例えば 1080p からのアップスケーリングをした場合は、 1080p よりかは綺麗だよね。そういった映像を出力できるようなものというふうになっていたんですけども、ここに存在しない、インソムニアクとかが利用している鍵となる技術が TAA の T、テンポーラルな部分です。で、このテンポーラルっていうのは時間を超えてとかね、そういうふうな意味になるんですけども、時間的な、そういうふうな意味があるんですけども、要は、時間を、1フレーム分の時間じゃなくて、数フレーム分の時間全部のデータを用いて、新しいフレームを構築しますよっていう風なね、話になっております。これは TAA を利用したアップスケーリングという風になっております。で、このテンポーラルなものを用いることによって、例えば 1080p から 4K にアップスケーリングする場合は、1ピクセルを4ピクセルに拡大しないといけないのに対して、例えば過去4フレーム分の情報を全部用いることができれば、4フレーム分、つまりは 1080p×4 イクオール 4K 分の情報を用いて 4K の画像を出力しているので、非常に高クオリティな画像を出力できるというふうになっております。で、これについては例えばゴースティングであるとかそういった問題は存在しはするんですけども、少なくとも何もしないよりかはずっと綺麗な映像が出力できますよというふうな話です。ちょっと長らく話してきましたけども、ここでね、付け加えていきたいのが、この FSR2.0 にフォースポークが対応しているというふうな話です。しかもその対応具合っていうのかな、についてもう少し話が出てきておりまして、 PS5 と PC 版両方で、完全対応しておりますよっていうふうな話になっております。なので、この FSR2.0 を利用することによって、フォースポーク 4K60fps、 レートレのありなしはちょっとわからないですけども、 4K60fps であるとか、 1440p、 あ、違う、 PS5 1440p 対応してないのか、
頼むソニーさん 1440p 対応してくれ。とにかく 1080p120fps とかね、そういったものに対応するのかもしれません。もしくは、まあ、どうせ 1080p 出力するぐらいなら 4K にアップスケーリングしますよというふうな話にして、で 120fps 出す。もちろんこの場合はより低い解像度からの再構築になるので、4K60fps バージョンよりかは画質は下がってしまうんですけども、それでもネイティブ解像度よりかはものすごく綺麗な映像が出力できるというふうになるはずです。で、最初の方に言及したロード時間の方にまた結びつけていきます。で、ここで話したいのは、ここで話したいのって3回ぐらい言ってる、今から話すのは、FSR2.0 を利用することでレンダリング解像度を下げることができます。で、レンダリング解像度を下げると何が起こるのかというと、データストリーミングがしやすくなります。例えば 4K テクスチャとかをね、ロードする場合は 4K の画像をいっぱいロードするっていう風な形になりますので、かなりデータ量が増えてしまいますが、 1440p ぐらいのレンダリングをしているとしましょう。この場合は 1440p レンダリングですので、テクスチャ解像度とかも 4K ではなく 1440p まで下げることが可能です。 1440p まで下げたテクスチャっていうのはちょっとね、軽めのデータ容量になるはずです。データ容量が軽くなるイコールロード時間が速くなるというふうな話です。このシナリオにおいては PS5 の超高速な M.2SSD であるとか、 PS5 が独自に利用しているストレージ API、 このデータ圧縮とかウードルテクスチャとか、そういった技術に加えて、そもそもロードしているテクスチャ自体が超高クオリティで、超高速でロードできるだけじゃなくて、テクスチャそのものが軽い。なんで、軽いやつをさらに軽量化してロードしているというふうな話になる。なので、超高速な M.2SSD だけではなく、ここに FSR2.0 を利用することによるレンダリング解像度の低下も活用することで、ダブルでロード時間が短くなっている。そういったものを通して、この超高速な1秒以下のロード、そういったものが実現しているんだというふうな結論です。で、もうちょっとね、せっかく FSR2.0 の話を持ってきたんで、それについてもうちょい話していきたいんですけども、FSR2.0 について話した動画、以前にも出しておりますが、今回ではね、それとはちょっと別に話していこうと思うんですけども、FSR2.0 についての以前の動画作ってから、もうちょっと新しい映像の、認証とか検証とか出てきております。で、その辺で分かってるのは、AMD が言った、ネイティブよりも綺麗だぞっていう風なね、のは、まあ、その、全部が全部ね、ネイティブより綺麗っていうことはまずないです。それは別に DLSS でも FSR でもネイティブより綺麗になることっていうのは基本的にない。たまに向上することはあっても、例えば DLSS のアルゴリズムがとても得意な画面があった場合はネイティブ以上の画質を出すことができるかもしれないっていうふうなことはありますけども、常にネイティブ以上っていうのはまずありえないと考えていいと思います。少なくとも現在の技術では。それを踏まえた上で FSR っていうのは機械学習とかそういったなんかこうファンキーな技術をね使っていないんですよ。すべて、ソフトウェア上で利用されているもので、特殊な、機械学習用のハードウェアとかね、そういったものは必要ない技術というふうになっております。だからこそ PS5 でもね利用できるんですけども、その FSR2.0 がなんと場合によってはネイティブ以上の画質を出すことができるっていうふうなことが判明しました。大部分はネイティブ以下、ただし、まあ、ネイティブ同等かネイティブ以下、ただしパフォーマンスはものすごく上がる、でもネイティブを超える場合もありますよというふうな話です。フォースポークンね、ゲームプレイもすごい楽しそうではありますし、まあなんかちょっと文句を言いたい部分は、現在のトレーラーを元に話すならばちょっとはあるんですけども、開発がまだ進んでいる段階で、10月の発売だったかな、もうちょい先ではありますんで、その辺のいろんな部分をもうちょいね綺麗にしてくれることに期待して、それにゲームがどうであろうと少なくとも技術的にはとても面白いタイトルになるんじゃないかと思います。非常に楽しみにしております。ってことでね、先ほど話した FSR2.0 について話した動画、こちらにリンクしております。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。